皆様こんにちは、こんばんは、ノマランドでございます。今回は龍が如く維新極みの時期別の金属3つを解説します。同時に時期によって最適な行動もついでに紹介いたします。またこちらの時期は攻略進捗ではなく育成の進捗であることをまずご注意ください。効率よく進みたい方、ぜひご覧くださいね。本動画はどのみち膨大な時間ですね。コンプリートはノマランドの提供でお送りいたします。ちょっと関連動画の共通注意事項。基本内容はストーリーのネタバレを避けてますが、進捗によってまだ見たことのない景色があることは避けられません。また装備や武器を紹介すると見たことのないものである可能性もあります。完全にネタバレされたくないでしたらこれ以上進まない方がいいかもしれません。ご了承でしたら本編へ進みましょう。攻略進捗ではないのでここからは木として起用します。手元にはほぼ資金源がない一番最初のこの地域、稼ぐにはアナザライフであります。アナザライフはシステムが用意され元がなくても利用できる機能であります。特にこの依頼繰り返し成功すると効果依頼も来るようになります。魚系は面倒くさいが極端といえば農産物だけでも特に問題ないという。手間はちょっとかかりますが一旦畑を整えば安定な資金源の確保になります。またその整う過程には大量な徳ももらえますので想像以上にプレイヤーに富をもたされます。最初は畑を最優先に整え次の化石の元手を稼ぎましょう。同時にサブ要素の賞金首も結構な額が入ります。これも元手の足しになります。さてある程度金を揃えば次へ移ります。次はもう散々こすられた軽取りですね。とはいえここも実は通過点であります。やり方はもうよそで結構紹介されましたのでここで簡単にだけ説明しますね。自分は5連弾だけを買う方法です。まず調子と成績を見て1位を予想します。次ハイドから購入に行って最後のページの5連弾で1位の鳥の5連弾すべて購入。ここのハイド異様に高いので全部購入しても1位さえ当たれば平均2万前後の収入が入ります。もちろんこれは運要素ですので必勝法はないがためやる前にセーブして外したらリセットしましょう。ちなみに元手は5連弾をすべて購入に足りない場合3連弾からスタートしましょう。ここで点数を稼いで後でポバーへ行って換金アイテムを交換します。そしてその換金アイテムを室に出します。これで換金終了ですね。ここで金を稼いでバトルダンジョンクリアできる装備を整えましょう。ここで稼いだ金も次の準備であります。バトダンクリアできる装備を整うことができたらまた次へ移行します。ちなみに賭場武器黄金の銃についてよく考える必要があります。相当高額の上実はコンプリート目録にないものです。コンプリート対象外武器というかわいそうな立ち位置、性能が高く戦力強化として魅力的ですがコンプリートを目指す場合ある意味浪費になります。まあここは各々の判断に任せるしかありませんね。戦力としていい選択だと思いますが、で一つ注意点として装備揃ったら早速次の段階、これもコンプリートを目指したい人向けですね。特に気にしないならご自由にて OK。 理由は次のチャプターで共に解説。ではレッツゴーだ。で最後の化石はズバリバトダのラストです。これミニイベントもついてますのでネタバレされたくない場合飛ばしてね。 OK、 もう有用時間取ってましたので本番に入りますね。バトダのラストの真田信康を倒すが目標です。これはなんと1回現金だけで20両、他に高級装備や素材も登録します。その中ドラゴンホークはなんと売れば200両近くもあります。自身の攻略スピードにもよりますが現金だけでも軽取り以上の効率となります。まして装備品を売ればさらに資金が。でも前も話しましたね、高級素材はあります。
実はこれらの素材、特に流形は量産するにはほぼここ限定だけでなく、コンボリードを目指したいなら大量必要になります。特にもう見れると思いますが、1本でそれぞれ20を要求する輩もいます。ここまで来たらもはや金ではなく素材目当てになります。実際コンボリード用の流形を揃うだけでも普通に3000両とか、コンボリードを目指すなら自然に金も困らないという現状があります。自分と似てる傾きを遭遇したら5000突破も待ったなし。この時期に入るともはや金に困らないが、素材集めに莫大な時間がいります。中期のギャンブルに時間をかけすぎない理由でもあります。何せ武器コンボがしたいならここでの長期戦は結局避けられないんですからね。先ほども装備を売ればの話もありますが、正直素材の足しにするため解体をお勧めします。が注意すべきなのはラスダのボス強いです。攻略法の確率や装備の質が足りないと苦戦しやすい敵であります。戦い方を紹介するとまだ一本の投下も作れますので、ここは割愛します。ご了承。があくまでコンボしたい向けの話ですので、コンボに興味ないならここでこもる必要もありません。とはいえ一番効率のいい稼ぎ場であることは間違いないでしょう。装備を整ってラストでも余裕に勝てるようになれば、とりあえずここで荒稼ぎをしましょう。以上が時期別稼ぎ法の紹介となります。コンボを目指す方なら移行時期を注意しないといけないんですが、コンボに興味がないなら気楽に進行してもいいでしょう。だあのバトタのラスト、間違いなく圧倒的効率ですね。コンボしたい、もしくは金が欲しい方、ぜひ実践してみてね。他に感想や補足がございましたら、ぜひコメントまで。では本動画はここまで。他の動画もご覧いただければさらに嬉しく思います。また次回お会いしましょう。